今回ですね、まあ、実はですね、僕ね、まだね、シラフなので、僕がシラフで作る料理って言ったら、何かっていうとですね、やっぱね、至高シリーズですね。これも至高シリーズもね、何本も出しててね、結構ね、コメント欄荒れるんですけども、今回はですね、多分これあんま荒れないかなと思うんですけど、焼きそばです。至高のソース焼きそばですね。で、これもですね、スーパーで売ってるもので限りなく至高に近づけるっていうようなコンセプトをもとやってる料理なんですけども、今回はこれをやっていきたいなっていうふうに思います。結構ね、オーソドックスな焼きそばなんですけども、いくつかポイントがありますので、それを踏まえながら丁寧にやっていきたいと思います。これ僕が前勤めてた老人ホームでおじいちゃんおばあちゃんにものすごい評判だった焼きそばですので、かなり自信があります。万人受けする味になってると思います。ではこれを今から作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ではね、材料紹介いってみたいと思います。まずですね、焼きそば麺です。これはファミマで買ったやつ、はい、150g の蒸し麺ですね。あとお肉なんですけど、今回豚バラを使います。こま肉でもいいんですけども、豚バラの方がですね、柔らかく仕上がるので、僕は焼きそばって作るときは豚バラの方が好きです。で、あと具材なんですけど、これお好みなんですが、僕が一番好きな具材を入れたいと思います。まずキャベツです。今回ね、春キャベツが売ってましたので、春キャベツはね、柔らかくてね、すごくね、美味しいので、春キャベツ今回使っていきます。なければ普通のキャベツでも大丈夫です。あとニラです。焼きそばにニラ入れる方、まあ、いるとは思うんですが、そんなにメジャーじゃないかな。僕はね、ニラ必ず入れるんですよ。香りがいいので。これで1/4袋ですね。はい、キャベツ1/8個。今回春キャベツなので、グラムでいうと 100g 前後ですね。あとですね、この鰹節と青のりは用意しておいてください。あと調味料。はい、それではですね、早速作っていきましょう。はい、まずはですね、至高の焼きそばを作る上でとても大事な工程、下味からつけていきたいと思います。まずですね、この一番のやつを開けます。そして飲みます。そうすると僕にですね、だんだん味が出てきます。だんだん味が出てきます。初めてこの動画を見る方は何言ってんだと思うんですけど、これ恒例行事なので、すいません、生温かい目で見守っててくださいね。まずですね、お野菜切っていきましょう。はい、キャベツなんですけども、こんな感じでね、3等分ぐらいにざく切り、ここ芯の部分は太いので、ちょっとね、こんな感じで、スライスしておきます。はい、でこのニラなんですけども、はい、じゃあね、こんな感じで、どれぐらいですかね、これぐらい、これぐらいかな。はい、これぐらいの 3,4 センチ切っちゃってくださいね。今回はね、キャベツとニラ使ってるんですけども、他の野菜入れても全然平気ですが、玉ねぎとかね、人参とか入れても大丈夫です。その場合はですね、火が通りやすいやつから炒めていく感じになるんですけども、皆さんが思う美味しいソース焼きそばっていうのは、多分お家のソース焼きそばが多いんじゃないかなっていうふうに思います。あんまりね、外で食べない、外で食べるとしたら壁屋さんのお祭りとかに出てる焼きそばですよね。あれね、美味しいんですよね。僕も好きなんですよ。壁屋さんのもう肉とか全然入ってないんですよ、あれ大好きなんですよね。あれはあれでいいんですけども、今回はちょっと高級感を出します。はい、で豚バラはですね、こんな感じで、どれぐらいかな、これもね、3、4センチぐらいに、カットしていきます。もうこれで材料カットはね、終わりなんですね。まずですね、フライパン、はい、火にかけます。油ね、小さじ2ぐらいですね。まあ少し、伸ばします、はい、まずこの焼きそば麺です。一番重要なところですね、麺を焼きます。焼きそばだから麺は焼いて香ばしさを出した方が、絶対美味しいんですね。で、この工程を入れてください。これがね、至高の近道になります。で、小麦が狙えてて、これも火が通ってる麺なんですけども、塩分がアルファ化してるやつですね。で、これをですね、焼くことによって小麦の焼けた香りってすっごい美味しく感じるんですよ。香りが出てくるんですね。で、これを香りを今からつける。できたらですね、こういうフライ返しかなんかでね、つけながら焼いてあげるとね、はい、焼きそばが悲鳴を上げるんですよ。そうするといい感じにね、焼き目がね、ついてくるんでね。で、そうするとね、小麦の焼けた香りがのどのどしてくるんですよ。この小麦の焼けた香りってものすごくおつまみになるので、そこで一番になります。誰にも負けるしね。もうちょっとほら、この焼き目ですよ。この焼き目、これはね、知ってる方も結構いらっしゃると。ただこれね、結構ね、重要なので、おろそかにしないでね、やってあげた方がいいです。で、裏側いい感じで焼けましたね。こんな感じの焼き色つけてください。そしたらね、一回避けるんですよ。
で、これなんで避けるかっていうと、このまま炒めちゃうと野菜に火が通らずに麺だけ、火が通っちゃうんですね。なので避けておきます。はい、そしたらですね、このフライパン今温まってる状態なんですけど、中火ぐらいにしておいて、また追い油です、小さじ2ぐらいの。で、ここにごめんなさい、豚肉にね、塩コショウするの忘れてた。コショウもしていきますね。はい、まぶして、はい、そしたら入れます。そしたらですね、豚肉を、こんな感じで入れていただきます。豚肉を剥がしながら、はい、まあ、これくらいにいい感じに、ところどころ焦げ目がついてきたら、キャベツを入れます。キャベツもね、固まってるところ、こういうところはね、剥がしながら入れてあげてくださいね。キャベツもね、油を絡ませていきます。今ね、中火、ぐらい、強めの中火ぐらいでいいですよ。そしたらね、今日はね、調味料、3種類味付けに使います。こちらの3つです。こいつらで作る焼きそばソースがまあうまい。これは僕が相当試行錯誤した中で見つけた焼きそばソース、はい、これが僕の中ではもう一番うまい。で、このキャベツがツヤツヤしてくるんですね、油が回ってって。少しこんな感じで焦げ目もできてきましたね。 これぐらいで、この感じでさっきの麺を、ね、戻すんですね。はい、ここに調味料を入れていきます。まずね、ウスターソース大さじ1、次にオイスターソース、これも大さじ1で、白だし、これほんの少しでいいんで、小さじの半分ですね。はい、そしたら混ぜます。あ、肉だ、そんなに麺はね、最初に炒めてあるので、ものすごくですね、ほぐれやすいんですね。なので水分をね、使わないでも麺がね、すごくね、ほぐれてるんですよ。はい、熱が加わってるから最初に焼いた効果が出てる。これぐらい、今ちょっと焼いたんです。もう麺は焼いてあるので、ここからは火をそんな通さなくていいです。で、ここに最後にニラです。ニラは火の通りがものすごい早いです。ただ生の状態でもあんまり美味しくないので、ここからね、少し炒めます。少しでいいです。はい、でもちょっとね、炒めたらね、もうね、火消しちゃっていいです。はい、あとね、余熱で大丈夫です。ニラなんですけども、結構ね、ニラって辛かったりするので、これはね、お好みで、ニラの辛さがあんまり好きじゃない方はもっと炒めてもいいです。僕はね、シャキッとしたニラが好きなので、もうこれで完成です。はい、こんな感じでね、お野菜はね、結構ね、たっぷりなんでね、はい、緑がね、映えるんですよ、ニラを入れるとね。ここからですね、トッピングに行きたいと思います。紅生姜、紅生姜は焼きそばを作る上で非常に重要なので、紅生姜添えてください。僕ね、紅生姜ジャンキーなのでね、これがないとね、満足しない。かつお節ですね、風味が出ますので、ぜひね、かけてあげてください。はい、青のりね、さっき開けたばっかでちょっとあれなんですけど、はい、青のりを、たっぷり振ってあげてください。これぐらいでいいかな。至高だから目玉焼きも乗せたいと思って、目玉焼き焼きました。普通に作った目玉焼きです。そうしましたらですね、至高のソース焼きそばの完成でございます。はい、それではですね、できましたので、もうね、うまそうな匂いが部屋中に充満しております。はい、ということでですね、まあ、もうこの絵面でも勝ち確ですね。では優勝していきたいと思います。紅生姜ね、少し抜いてください。これね、勝った第3部完、ね、うますぎます。普通にソース焼きそばを作るときって、まあ、ウスターソースとかだしとか入れるのはあるんですけど、このね、オイスターソース、これ半分がオイスターソースなんですけど、味付けのこれがね、ウスターソースと合わさった時に非常に上品なソースになるんですね。このね、配分がね、最高、ほんと美味しいです。ソース焼きそばみんなこのタレで作ってほしい。オイスターソースとウスターソース、ほんの少しのだし、これがですね、非常に黄金比なんで、僕の中でね、うん、野菜もシャキシャキで、麺がね、すっごい香り高いです。ビールが合うんだわ、これは。これ見てる方、このね、動画見ながらね、みんなで一緒に乾杯したいじゃん、これね、マジでうまい。
今までですね、その焼きそばを焼いてきて、まあ、この作り方でやってなかったっていう方はぜひですね、最初に焼きそば炒める、あとオイスターソースを使った特製ソースですね。これね、一度試してほしいですね。多分ね、ハマる方はね、やめらんなくなると思います。これ僕もほんとこのソース焼きそば大好きなので、ぜひね、この美味しさ皆さんと分かち合いたいですね。これね、非常に美味しいです。皆さんぜひ僕と一緒に優勝しましょう。